お疲れ様です。ラットです。ということで今回もねクラッシュライルやっていくんですけど、今日はねこちらの、デッキを使っていきたいなと思います。でこちらなんですけどね、見て分かる通りにペッカデッキのまあ半分と、まあヒエラーちょっと違うんですけどね、ゴレデッキのまあゴレダクネが合わさったなんとゴレペッカデッキでございます。でこちらなんですけど、まああのグラチャでね12勝の方で、ね、いましたというわけで、まあ、グラチャで12勝はねできるレベルというところで、20勝トリプルドラフトね結構やったんすけどね、ラットワークね今1回目15ぐらいで終わって2回目18ぐらいで終わったんすね。もうねはい慣れましたねあのマイク・ワトスキーのサブアカは一発で終われたんですけど、なかなかね本がちょっとクリアできなくてね、ドラフトとか取ろうと思ったんですけど Y センスねーわってなってやめました。はい、まあでも僕的に思ったことを言いますと、まあダークネクロ、マスケット重視、エレクトロウィザードなどの4コストのね、空に対して強い遠距離系っていうんですかね、まあダークネは遠距離とは言えないんですけど、まあ、あの辺がすげえ強いなと思いましたね。はい、マスケ、まあ、ダークネ、エレキ、まあ、あとはベビードラゴンも強い、マジックアーチャーであったり、まあその辺の頂点がね、マスケなのかなっていうところはあるんですけど、まあ、あとは、なんだろう、ボンバーとか、親衛隊、スパーキー、かな、ボンバー結構いい味出してましたね。親衛隊、スパーキー、あとなんかいたかな。なんか、まだあった。ホバリングもね、めっちゃ強い。まあ、ダクネあったら、ほぼ必須レベルで取っていいと思いましたね。ダクネ言ったし、まあそんな感じかな。まあ言ったら、なんで、まあ4コスト系はね、すごいぶっ壊れかなと思いましたね。はい。で、陸空系なんかダクプリカー多分なんか、ほぼ毎回同じような感じなんですよね。なんか、ユニテレビが。なんで、まあ、なんかプリンス、ダクプリ、何選ぶみたいなところは、まあ安牌はダクプリですね。まあプリンスも結構個人的にはいいと思うんですけど。これアーチャーで綺麗に処理されるかな。アイゴル蓋の。もうちょっとワンチャンノックバックで、おヒーラー回復、え、あいい、でかいでかい、この回復ねでかいっすね。これ今のヒーラーの回復なかったらダークネクロが、もうちょっとね早めに溶けてて、溶けてね生まれた瞬間のコウモリが、アイゴレのね爆破で死んでいたので、よいしょ。いやこのペックあんま良くないかも。まあまあまあ、これあえて竹取らして、よいしょ、おまんじゃっちゃで射抜いていきます。ライブ来るかな、やっぱ来ますね。こう守って、ヒーラーで竹取って、よいしょ。オッケーオッケー。よいしょ。これね、いやでもあれだ、ペッカダクネだとね、多分全然しょぼいんですよね。ゴレダクネ使いたい。相手がテスラクロスなんで、たまたまテスラクロス相性悪いですね。本当に。たまたまね。たまたま相性悪いに引いちゃったんですけど、まあまあ、相手もファイアボール使いましたよと。スタゴルム展開でクロス今置かれてもヒーラーで受けれますので、ワンチャンこっち、もうこれはねペッカからのヒーラーかな。アンパイはでファイボ圏内にはしたくないですね、さすがに。オッケーオッケー、リセットかかった。でゴレの後ろにダクネつけてワンチャン目すんのかな。危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、いやこれはねいい形ですよ。ヒーラー加えて、さあこれは止まんないのではないだろうか。うっさ、ヒーラーがゴーレムを回復する。よいしょ、オッケーオッケー。え、しかもマジックアーチに5打つとこのねダークネクロが止まらないよっていう、まあ、チンデッキなんですけども、最近ね昨日もなんか主軸がないデッキを紹介したり、ちょっとねまたここ最近面白いデッキを紹介してるんですけど、まあ使っててちょっと面白いんですよねマジで。はい、ぜひだから使ってみてほしいですね。よいしょ。あー、あと親衛隊ですね。急に来る。ドラフトバトル、親衛隊も鬼強いっす。姉妹プリンは、ちょっと厄介ですね。枯渇とかはね、ちょっと辛いんですよね。まあ、雪の浜ですので。まあ、でも、ゴレダクネ、だから、まあ、あれですね。基本的に重たいので、残り1分入ると、イケイケタイムになりますね。それまでがちょっとね、苦しい展開になりますね。言っちゃうと。いやここは雪打っとくか、カード回し。うわ、こっち側だ。オッケーオッケーオッケー。
1体だけですね。オッケー、2発に抑えたのはまあでかいで、これペック出したとって結局受けられちゃうしな。まあ射抜いてダメージ稼ぎつつガール処理できると美味しいですね。はいはいはい。でこのプリンはまあ処理はできないですけど、エレキ流しつつ、どうだろう、これ処理できたら美味しいな。蓋来るかな。オッケーオッケーオッケー。はい、という感じで、まあなんか序盤はねこんな感じで耐えれればいいかなと思います。後半ですね、後半。あ、これやばい、いくよね。オッケーオッケー。絶妙なヒーラーですね。しかも自己回復するっていう。いや、ここはまあペッカ出して、オッケー、バレル飛んできたら、ダークネクロで守りたいかな。ヒーローめっちゃ頑張りますね。で、アウトロー、そうですね。アウトローがね、ちょっと厄介ですけど、まあ、ペッカが頑張ってくれるよねって感じで、今日、ミラティブを最近すごいしてるんですけど、アプリ、ミラティブっていう配信アプリがあるんですけど、そちらの方で配信してるんで、まあ、結構僕夜遅いんでね、まあ、良ければ来てほしいんですけど、まあ、そこで、なんか女優の話になったんですかね。あれですよ、あっち系じゃないですよ普通にテレビとかで出演してるね、女優さんとかで誰が好きですかみたいな話になったんですけど、皆さんは好きな女優さんとかいますかね。例えばですけど、有村架純さんとか吉岡里帆さんとか、まあいろいろじゃないですか。僕のね好きな人をね、こう分かってくれる人が全然いなかったんですね。なんか結構有名ですし、いや、もっといるのかなと思ったんですけど、ですね、堀北真希さんじゃないわ、堀北真希さんも好きなんですけども、ですね、あの方です。やばい、高畑充希さん、わかりますかね、高畑充希さん。いや、めっちゃ可愛いんですよね、僕そう、だから、すごい好きなんですよね、そうなんですけど、分かってくれるね、人が少なかったんですね、今回。これやばい。結構痛い。皆さんはいますかね、マジで。高畑充希さんを、ね、好きな方はもうぜひ見てほしいんですよね、マジで。調べてでもね、めちゃくちゃ可愛いんですよね、本当に本当に本当に本当なんで、ちょっとね、動詞が欲しいんですよ。動詞っていうんですか、こうなんかね、ファン、なんか一緒のこうね、共感をなんかできる人欲しいんですよね、マジで。高畑充希さん、いや、クソ可愛いんすよね、本当に。っていうところで勝ちました、万歳。よしいや、マジで、いいんすよね。何に出るか、ドラマとかでもね、なんだっけ、同期、なんかの同期、なんだっけ、忘れたよって感じなんですけど、とりあえずね、調べてみてほしいっすね。全然いなかったんですよね、ミラティブで話してる時に。なんかみんなガッキーだったり、綾瀬はるか、有村架純とかいろいろこういてね、すごいバラバラだったんですよね。なんてちょっとね、寂しいんでね。いや、高畑充希さんマジ好きっていう方ね、いるとね、マジでコメントください。僕はハッピーになりますただただ嬉しくなります。これね、B ドラゴンが来るんですけど、エレキが回復してることによって、オッケーオッケー。いやー、これでもオッケーじゃねえな。いきなり打っちゃう。いや、打つ必要ないですね。ここ一回我慢ですね。はい、相手は、ナイト、アイスウィズ、ベビードラゴンが入ってる、遅延スケラーですね。さすがにそれ以外考えられませんね。で、施設がボムタワーじゃなく墓石だったのは、助かるっちゃ助かるけど、ライトニングなので助かんねえか。まあ、スケラですね、スケラ。はい。うわ、ここ一回ちょっと待ちますか。まあ、ゴール展開したいんですけど、ちょっと怖いんですよね。まだ、やっぱ、ベビードラゴンプラススケルトンラッシュとか、まあ、今ないと、持ってますけど、これ今そう来ました。ナイトプラスのスケルトンラッシュで、このデッキはポイズンとかがありませんので、あとウッドでもないんでね、スケルトンラッシュにやや弱いデッキなんで、ちょっとね、前半乗り切りたいですね、どうにか。前半耐えてしまえば、こっちのもんかなと思います。さあ、いい。このね、ベビードラが美味しいですね。こうゴーレ出した瞬間でも、
こう対応できますのでね、ベビドラが渡ってくる頃には。あ、B ラットやん、俺の対戦相手。これ知ってます？あのプロプレイヤーですよ、プロプレイヤー。ピエロ、あのトライブゲーミングっていう、まあ、CRL ウエストの方の選手なんですけど、ピエロですよ、ピエロ。これまたこれタラババ来る、ウェイ。あ、恥ずかしい。これ2周前スイーズ来てくんないかな。いやー、ここねライト打ったら打っちゃうか、ちょっと厄介ですね。まあ打っても、まあまあもう1周来ちゃうよね。で、端前ナイトスケラがねワンチャン来るんで、端前ナイト来た瞬間ペッカで止めたいけど、後ろかーんって感じですね。いや、結構イモってきますね相手。まあここチャッチャ溶かしてあげたいですね。ヒーラーでエレキが回復するのはすごい美味しい。あ、これ雪玉打ってもよかったけど、まあ、マジアチャでなんとか。さあ、ここねちょっと狙っていきたい。でゴーレムを出さないとちょっと突破難しいかな、もしかしたら。さあ、いいんじゃないの、ちょっといい形。あ、相手もすかさず棒っぽいですね。いや、ここでもう全部処理できる、 OK。 さあからの、うわー、これね濁念追加ちょっと良くなかったかもね、あんまり。ナイト来たら美味しいね。ベビードラ来るとちょっとおつらい。これ雪玉おしゃれに内側にやって、うわーか、最近あれだな、この前の動画でも最後の最後にチェーンスケラに負けたんですよね。いや、チェーンスケラ強いのよこれ本当に。うん、よくない、強い。これスケラ絶対来るから、あのタゲ取らさないようにここで止めてあげます。そうするとタワープラスね、マジックアーチで基本的に抑えれますので。あー、で墓石ならもねちょっとね厄介なんですね。まあ、ヒーラーで回復できるのありがたい。いや、あー、ベビードラゴンが、ベビードラゴンがやってる。まあまあまあ、これワンチャン逆にここでゴレ展開して OK、 ワンチャン、ワンチャン勝てる、マジで。あの本当に奇跡というものはありますから、信じた人にはね、奇跡というものがありますから。ここね OK、 え、ワンチャンあるよマジで。で出して、出して、お願いペッカ届け、ペッカよ届け。うん、やー、これは、これはね、無理です。はい、無理でした。これは、これはね無理です。今ので無理なら無理です。僕頑張ったっすもん今ね、多分誰が見ても、うわ、ワンチャンいけるんじゃねってこと誰もが思ったと思うんですよ。でもこれでもいいなら無理です。うん、いや、うまいしな。あー、くっという感じで、まあ相手プロですしね、なかなかやるなといったところで、まあね、初めに戦勝てたのはちょっといいんじゃないでしょうか。こちらのね、ゴルペッカデッキ、まあグラチャで12勝ね、なんか知ってる人がいたので今回使ったんですけども、こんな感じね、まあほどほどには強いよっていうね、けどなんか珍しいなっていうデッキをね、また紹介できたらいいかなと思いますのでね、よければ使う人多分いないんですけどお使いください。というわけで、チャンネル登録とね高評価の方もよろしくお願いします。で、この動画が上がってる日付超えた朝ですね、8日、8日の朝5時から世界大会ありますので、ぜひね、僕ね、公式の場で初めてね解説を務めさせていただきますので、よければね朝5時から世界大会皆さん見てみてください。ではファブゲーミングもね出場しますので応援しましょう皆さんで。はい、ではお疲れ様でした。バイバイ。